小槌チャンネルへいつも来てくれてありがとうございます。チャンネル登録してくれて嬉しいなと思います。うん、まあ、いろいろコメント欄を見て、見てるんですよ。うん、まあ、私がね、ろくなこと言わんと言われるんで、なるべく喋らないようにしてるんですけど、まあ、それは置いときまして、はい、まあ、コメント欄で書いてたのが、100円札についてです。うん。なんか100円札、私も見えた、見た。ええ。うん。100円札の、なんか虹の透かしが、ないのがあるけども、ええ。っていう、多分、それはね、これ100円札の透かしってね、ものすごく見にくいんや。あ、そうなんですか。で、あんたもないのは多分って言って書いてくれ、コメント書いて、私が言うたんでコメント書き込んでくれたよ。ええ。あれで、透かしがないのは、まあ、偽物と違うかというような書いてくれた、うん。その通りで、透かしは、必ずあります。あるんですね。うん。で、あるねんけども、これ、もともとその100円札って1時、2時、3時とかいうような話よね。うん、どういうことか言ったらね、これ昭和5年に初めて100円札っていうのが出んねんけどね。昭和5年なんですね、100円札。それまでに100円っていう額面はあんねんけども、うん、聖徳太子の100円っていうのの初めて出たのが昭和5年なんですよ。じゃあで、こんな札。ほう。こんなんね。そうなんですね。で、これはね、日本銀行打艦銀券って銀に変えてくれる。銀に交換してくれる、ね。銀にね、1円銀貨とかね、うん、500枚変えてくれるわけ。必ず変えるということや。昔と紙幣はそうですね。うんうん、で、そういうのは、これはなんでこういう札を作ったか言うたら、うん、それまでにいろいろ明治時代からいろんな札作って出してんねんけども、ちょっと整理せないかんといろんな札出しすぎてて種類が多な、下手すると作ってるかもわからんだったとか。ほんで どれがどの程度流通してるかっていうことも、うん、いっぺん調査したいと。ほう。そやからその回収するために、うん、こういう札を出したわけ。へえ。うん。だから統計資料を作るためにその今まで出てた札がどの程度流通してるかて。なんでそれで流通したかわかるんですか。これ全部これで、うん、昔の札全部回収するわけやから、ね、その回収した札勘定したらいいわけ。なるほどなるほど、うん、これ交換しますよって言ったんですね。うん、これに交換して前のは通用禁止ですよということやから。なるほど。もしくはボロボロのやつ交換しますとか。うん、それからそれで今までの札をみんなこれで回収しようとした。ほうほう。でそれで作ったのがこの札だ。なるほど。うん、それから打艦銀行券なんやけど、うん、でこれがねかなり複雑な模様で、うん、模様もその聖徳太子を初めて採用したんやけど、うん、図柄にもみんな聖徳太子に何だか関係のあるような図柄を使ってるわけよ、うんうん、裏は法隆寺やしね。あ、なるほど。法隆寺のね、うん、で表は夢殿っていって六角形の法隆寺にある夢殿っていう建物やねんけど、ね、なるほど。で周りはその唐草屋とか、うん、桐屋とかまあそういう貴族のに関係するような、まあ、当時知名度高かった人物なんでしょうね、うん、聖徳太子は、うん、それは聖徳太子はものすごい、まあ、この時代でみんな知ってそうですね。その時代でも知ってたね、うんうん、でこれの透かしもね、うん、その天平時代の綺麗がある東大寺やらに伝わってる正倉院御物なんかの中にあるような綺麗から模様を取ってんだけどね。だから複雑な模様やからかえって何の模様やから透かしとしてはようわからんような模様なんやけどね。あ、そうなんですね。うん、でそういうな模様が入ってね、うん、でこれがずっとその透かしはずっとその後の1時2時3時4時っていう100円札が出んねんけども、うん、でその後のはねこれ日本銀これが2時で日本これは日本銀行券って変えてくれへん。打艦とちゃう。打艦ったんですね。もうこれ打艦して、うん、その後のずっとあとやからこの終戦間際ぐらいに作ってる札で、あで要するに戦時中になってきたら、うん、金なんかもその国民に持たせたらいかんということや。不足してますからね。うん、それから買えないわけやな、うんうんうん、基本的に。それからこういう札を出してまあ同じ見た感じ同じやからそれでスムースに流通するやん。なるほど。うん、結局みんな細かいとこまで見てへんからな、うんうん、でまたこういう字は読みにくいようにわざと篆書使ってる。あみんなね、もうそこが偽造防止ですな、うん、偽造防止もあるし、うん、それから国民がその銀行打艦券か銀行券かなんていちいち見てない。あ、そうですよね
それからいつの間にか打艦券やったんが変えてくれへん札にすり替わってるわけな。なるほどなるほど。国民の批判を防止するみたいな。そうほんでそういうなんで、その後はほんまにもうこういう前は聖徳太子がこっち側に見てるやん、ええ、これ今度同じようなけど真ん中にあ変わりましたね、ちょっと、ね、夢殿なくなってるやん、うん、聖徳太子だけなの。僕はこれのイメージですね。だけどね、うん、こうなってもね、うん、国民はね、うん、案外聖徳太子の方ばこっちの夢殿なんか覚えてないわけ。そうなのかな。でこれでほとんど他のとこは同じ図柄やから、うんうん、やっぱそれにも透かしがあるんですか。これにも透かしがある。どっちどこにあるんですか。これやったら真ん中全体に。あ、そうなんですか。それが全体にあるんで分かりにくい。それからこれね、うん、そっちの蛍光灯の上の方で見てみ、これ持っていって、もう蛍光灯つけなんかすっごい大きいじゃないですか。もう大きい透かしがある。なんか鳳みたいな。そうすえ、こんな大きい透かしなの。え、透かしやんこれって。これで見た方が分かります。ちょっと見せますね。もう一回見とこう。なんか鳥みたいなのいません？うん。ほんでそれが結局その綺麗に描いてある模様をそのまま使ってるから。なんか分かりづらい。分かりづらい。ほんまや。この辺に透かしないですか？うん。こういうところ。そう。え、こんなん、うん、汚れみたいですね。ほんで、ね、分かりにくいからその人も透かしが分からへんだよと思うんだけどね。なるほど。なんかね、うん、パッと見汚れみたいに見えますよね。まあ後でちょっと画像でちょっと説明すると思うんですけど、そうだからなかなかね、透かし透かしはこの見にくいから、ええ、実際にそのコメント書いてくれた人は持ってるからもう一回読みはったらいいと思うけどもね、うん、でそういうなんでこうなってるやつが3時、うんうん、で今度戦争が終わった時にね、GHQ が新しいお金に昔のお金みんな通用禁止にして、ええ、新しい金をっていうのは結局預金封鎖したりしてやろ、で前の金使わさんようにせないかんっていうことで、ほうほう、ほんでその緊急に新しい札を作れって、うんうん、で100円50円とか100円10円5円1円とかいうのを作る、全く今までと違う札を作るってことだ、うんうん、だ緊急に作らないかんから、ほんでいろいろ印刷局では案を下絵を持って行って、うん、で審査してもらうんやけども、とにかく昔の札は例えば竹内の宿根とか天皇に関係したものとか、親愛関係するものですね、それから貴族やとか、ええ、それから大和尊の命やとか、うんうんね、そういうな札があるから、うん、そういう天皇とか軍隊に関係するような札はいかんということで、ほったら聖徳太子だけが一番まあそれにはあんまり関係なさそうで、うん、ほんで十七条の憲法を作ったとかいうので、うん、賢い人だから、ほんでいろいろ案を出していったけど皆断けられて、うん、それから早作らんない、たくさん作らないかんので、オフセットを置いて平版印刷で作ろうとしたわけや、印刷局。そしたら工学の件はそんなんであかんと、やっぱりちゃんとした黄版っていう、うん、細かい彫りの、ね、偽造されますからね、うん、そういうなん作らんとあかんって言われて、そ、うん、したら急にそんなんできひんから、うん、ほんでこの第一回の時の版が残ってたから、黄版が、でそれをその色だけ変えて、うん、吸ったらええと、うん、それ OK 出たんですか、いうことで、うん、ほんでもうそのもういちいち聞きに行くと皆シャットアウトされるもんで、作ってから聞こうと、ほんでもう作ってしまえということで、うん、で強行突破でやって自己承諾、うん、それからその時に問題にならんやつで原版の残ってるやつで一番安全そうなやつっていうのでこれ作った。なるほど、うん、ほんでそれから戦後にこれ大量に出て、うん、か今でも大量に残ってる札ね、うん、でこれが第4回。なるほど。ほんでこの第4回の時はね、大量に作らないかんからちゅうのでね、それまでは一番最初のなんかは印刷局の滝野川工場という一番主力の工場一つで作ってるわけや、うん、
で、あの出来もええねんけどね。ほんでそれがその後はちょっとずつ工場を増やしてんねん。で印刷局もあちこちに工場があるから、でそれをやってんねんけども、その第四次の時っていうのはもうその印刷局の工場だけで渡らんから、ほんで大日本印刷やとか凸版やとか東洋印刷とか民間にも頼んだんですね。うん、民間の会社をみんな指定工場にして、でしかも印刷屋だけやなしに紙すいてるような工場なんかも作ら、印刷させたりして、なるほど、でやってるわけな、うんうんうん、ほんでそれから第4次の時は工場だけで、あの印刷業のも含めて10、20ぐらいあるのかな。すごいですね。うん、でこれがね、後で分かるようにちゅうことでね、どこが印刷したか分かるようにって、ま、前の動画で番号って言ってましたね、うん、ほんでこれが下2桁の番号が 工場番号になるようにいうことで、みんな、それからその自分はあの日本銀行券と政府紙幣って、そういう2つの区別があったから、あの発行するとこが日本政府が発行するか日本銀行が発行するか、2手発行する場所があった。あ、なるほど。それからそれと印刷局、あの印刷工場との組み合わせ番号、なんかいつぞやの千円札でもやったような、うん、それからパッと見てこれがあの日本政府の発行か日銀の発行かが見て分かるように、それから工場がどこの工場か分かるようにっていうね、うん、そういうなんで番号を下2桁のとこに振ってあるわけ、うん、それからこれを全部収集すると明らかに分かるから 20ぐらいあるわけ。あ、ありますね。でしかもその中で印刷局の彦根工場っていうとこだけがその紙を、昔の紙、第一次からずっと吸ってた紙、うん、透かしがある。でその紙で吸ってんねんけども、その他のはもう全部新規の紙になったわけ。ということで彦根のやつは価値あるんですかね。で彦根のやつはたくさん吸ってるからね、うん、そう価値はない。ないですか。うん、だけども彦根だけがしたから透かしの模様が違うわけ。そうなんですね。でその他のとこはみんな同じような透かしない。なるほど。でしかも彦根の印刷の時は紙のその印刷の方向を間違えて、うん、上下逆の吸ったのが大量に出てるらしい。エラー透かしですか。エラー透かしなんやけど、うん、大量にあって、それで分かりにくいとこやからわざわざエラーとは言わへん。印刷局がエラーと認めたら、うん、出さへんわけや、うん、あの検査で跳ねるわけやけども、まあ、事実上のエラー紙幣みたいな、事実上エラーなんやけども、うん、まあ分かりにくいエラーやからもうええかと。しかもあの偽造防止のための透かしやからね、それからその透かしが入ってればええんで、なるほど。それが上であろうと下であろうと構へんということで、うん、出てるから、だから彦根は厳密に言うと2種類あるっていうこと。収集家から言うと面白いもんですね、うん、だからなかなか面白い札ないけど、ね、ということはこのコメントを書いた人は、うん、透かしをよく見たらあるかもしれないということですね、うん、で透かしはあの必ずありますから、うん、あのよく見てくださいというのが今回の話。なるほど、ありがとうございました、うん、まあ後であのなるべく画像と透かしのある場所を書いていこうと思うんで、うん、まあ、あので、まああの、うん、そのどこにその工場の番号が書いてるかっていうのも分かるように後でやりますから、うんうん、あ、そうなんですね、うん、まあ、それはちょっと後で聞いてあの画像でちょっと編集しようと思います、うん、皆様あのお札についてまた取り上げてほしいことがありましたら、うん、コメント欄にいろいろお書きくださいませ。いつも見てくれてありがとうございました。また会いましょう。バイバイ、うん。